そう、今日は眉毛サロンに行きました。綺麗な眉毛です。眉毛サロンに行ってきました。眉毛がとても綺麗になりました。とても嬉しゅうございます。櫛で溶かしたいけど櫛がない。櫛がないよ。誰か櫛をくれ。誰か私の部屋に櫛を。こんばんは。ちょっと暑いな。私はそう眉毛サロンに行って、そうお釣りが1000円だったので、そう1000円が返ってきて、はっ、これは診察や、初めて診察を見ました。初めてっていうか、そう人生で初めて、そう診察が来る、そう時代、そう診察という時代を感じて、はい、生きてる中で診察になったのが初めてで、そう、嬉しかった。千円札です。なんか数字だったからびっくりした。これが診察かーって。次は5000円ね。そうだね、5000円に会えるかな。でもなんかさすがにさ、お釣りをもらった時にこうやってから確認して財布に入れることはさしないじゃん。だからまだ見て、よくは見てないけど、はっ、視察って思いながら財布に入れました。はい。もっちゃんの手紙に感動しただって。本当にね、ありがとうございました。お手紙を書かせていただきまして。どうでしたか？手紙の方はね、もうもっちゃんの手元に行きました。へえ、緊張しましたよ。緊張っていうか、なんかね、もうあーって感じ、うおーっていう。何それ。そうそう、肩のに、そう、うおーって。私さ、お手紙をね、読んだこともないの。代読をしたこともなかったから、そう、公演中、昼公演ぐらいの時からもうずっと、はあ、手紙手紙、大丈夫かなって思ってたの。そう、肩の荷が。読み方も上手だった。よかった。そう。
なんかさ、さすがにさ、人の生誕祭でしくじるわけにいかないから、そう、あ、これは絶対に成功させなきゃいけないって、これは笑いあり涙ありのいい手紙にしなければならない、ああって、私らしく、なんていうかさ、やっぱりさ、お手紙ってさ難しいじゃん、なんか、そう、なんていうの、あの、皆さんにお見せするお手紙だから、なんていうんだろう、そのことのあの思い出報告会みたいになってもさいけないわけじゃん。こんなことがあって2人でこんなことをしたよねじゃダメなわけじゃん。こんなことがあって2人でこんなことをしたから、あの、あなたの人柄はこんないいんですねっていう話の手紙をさ書きたいわけじゃん。もうそういうことをもういろいろ考えて、いろいろうんってしてたら意外と時間が経っていてみたいな。はい、意外と時間が経っていて、ああ、まあ凛々しく賢くなんで、はい、でももっちゃんのいいところがたくさん伝わるお手紙になっていたんではないかと思われる。そう、ちゃんも喜んでくれたし、何よりでございます。ね、もっちゃんとはね、いいコンビなんですよ、私たち。はい、いいコンビなんだよ。でも最近なかなかさ、もっちゃんと私でさ一緒にお仕事することないじゃんねえ。ねえ、ね、もっちゃんとはさ、いろいろたくさんさ二人でお仕事してきたはずだったのに、なんか減ったよね、時が経つにつれ。うん、まあね、バズタイムズはさ一緒だけどさ、バズタイムズとしてっていう感じじゃん。バズタイムズディレクターとして二人で一緒にっていう感じじゃん。だからさ、コンビ解消してないよ、してない、コンビ解消、うん、へえ、二人めっちゃ相性いいからさやろうよ、またもっちゃんとロケしたいよ。そう、コンビ名ビンズルコンビってね、自分たちから発信したわけではないのですが、ファンの方から言っていただいています、ビンズルコンビ。そう、またもっちゃんとロケ行きたいよ。でもやっぱりさ、なんかさ、公演の MC とかでも全然楽しいんだけどさ、二人 MC ってわけでもないしさ、なんていうの、二人の相性が試されている場ではないじゃん。どちらかといえばさ、二人のさ相性はさを試されるのはさ、ロケじゃん。だからロケに行きたいの、二人で。どんなロケに行きたいか、
どんなロケに行きたいか、割と自由めなロケに行きたいかも。うん、割と自由め、なんかそう、なんかここなんか決まり事がそんなに多くないロケに行きたいかも。そう、フリー系な。そう、食べ歩きとかね。そう、街頭インタビューいいね。でも食べ歩きとか楽しそうじゃね。そう、リリカちゃんはどんなロケでもフリー感ある。私がいるとどんなロケでもフリーに見えてしまうのです。フリー、街頭インタビューねしたいね。またそれは才能。そう、でもファンの方とかからはよく私とカイリさんとはるかさんの3人がのなんかが見たいって言われたことがある気がする。何回か。そう、でもさ、その3人でやったらさ、どうなるんだろうね、ロケとか。どうなるんだろう、収集つかなそう。そうだよね、収集つかないよね。でもさ、その3人はさすがにさ、ロケとかじゃなくてさ、 YouTube とかがいいかもね。なんか NGT 公式の YouTube ぐらい。そう、そう、さすがに収集つかない、全員ボケ。そう、ななみさんかもっちゃんとかが一人いれば全然いいんですけど、あの3人だけだとだいぶやばそう。だいぶね、日野さんとかね、ちょ、日野さんが欲しいかもしれない。さすがに3人だからね、もっちゃん1人だとさすがに難しそうだから、さすがに日野さんで。うん、日野さんじゃなきゃ無理そう。日野さんで。日野さんで絶対面白いけどね。日野さんヘトヘトになりそう。確かに。楽しそう。でも私の希望的には久しぶりにもっちゃんとロケに行きたいっていうわけです。バスタイムズで行けるかな。行きたい、行きたい、連れてって。連れてってください。でもなんかビンズル、ビンズルもう出たかったな。ビンズル出たかったな。長野お願いします。長野、長野に行かせてください。そう、長野系。もっちゃんと私といえば長野系でないんですか。長野、長野に行きたい。うん、長野。そう、動物園ね。長野、長野、長野。そう、本当はビンズル行きたかったけどね。でもさ、もうなんかもっちゃんもさ独り立ちしちゃうじゃん。なんか最初の頃はさ、一人はちょっとみたいな感じだったのかなって。なんかもっちゃんはもう一人でロケできるから
長野のお仕事になった時はもう私はいないかもしれない、もうチェン一人かもしれない、私は別に長野出身ではないから、もうもっちゃんは一人でロケできるようになってしまったから、もっちゃん一人でロケに行っちゃうかも。そう、身長もみゆみさん越してるし、長野検定3級取得してアピール。え、長野検定あるの？じゃあ長野検定取るか。長野検定取るか。でもさ、長野の検定取ったらさ、新潟のもさ取らなきゃそうじゃない？新潟も取るか。じゃあスマホで取れるものであれば取るよ、新潟も長野も。取れるのかな。なんかさ、お取り寄せしてとかなるとさ時間がかかってまうじゃんね。できればスマホで撮りたいんだけど、新潟検定なくなったの？なんかありそうじゃなかったっけ？もうなくなっちゃったのか。そうかそうか、ガチな筆記なイメージ。そうだよね、私もなんかそういうの筆記そうだなーって思っていたが、筆記かな、筆記な気がするよね。そう、お金もかかっちゃうのよね。そうなのよね、そうなのよね。それが大変。お米ソムリエ、あ、確かにあるかも。でもなんかそれはお取り寄せとかあった気がする。米いいなって思ったんだけどね、新潟だから。そう、リリカ様はレッスン着おしゃれですか、だって。リリカ様レッスン着本当に真ん中ぐらいだよ。すっごいおしゃれなわけでもないし、すっごいダサいわけでもないです、別に。特に普通です。至って普通な、普通っていうかある程度おしゃれはしてます、外には出れますっていうレッスン着を着てます。はい、可もなく不可もなく。皆さんっていうの、普通に10代の女の子がよく買うであろう服のサイトでとりあえず買いますみたいな服ですね。はい、可もなく不可もなく。うん、そう、今日の服かわいい、リボンがねピンクでたくさんついててかわいい。そう、
わいいよね。なんかあんまりさ、後ろの壁もピンクで伝わんないんだけど、ピンクなんだよそう、ピンクなんだよ。かわいいんだ。ピンクだよそう、ピンクなんだよ。おしゃべり会楽しみだってね。そう、おしゃべり会ね。そう、本当にありがとうございますね。完売させていただいて。でもあのなんだっけ、次のオフラインも、オフラインはちょっとどれぐらいね、今何どれぐらいの感じなのかわかんないから、そう、そうどれぐらい売れていらっしゃるのらしらという気持ちなんですけれども、夏休み限定で髪染めるかと思ってた。だってどうでしょう、染めないですね、黒髪なので。そう、私はなんかね、そう、黒なんかこの人は地毛なんじゃないか、明るい地毛だなぐらいの人の茶色とかだったらいいかもしれないけど、今のところ黒がベスト。そう、でもね、髪をねすごくね伸ばしてみたいの、肘ぐらいまで、ん違う、巻いて肘ぐらいまで。そう、黒髪で巻いて肘ぐらいまで伸ばしたいの、肘上ぐらい。そう、肘かな、巻いて。そうで、あのどれぐらいかかりますかって聞いたの。そしたらまあ1年ぐらいって言われて、あの激なえ激なえはい、あのどれぐらいかかりますかって聞いて、1年って言われたのが多分2ヶ月3ヶ月ぐらい前かな。そう、そんな感じで、え、嘘だろ、おーおーおーってなった激なえ。でもどうしようかね、ウィッグ。確かになんかそこまで頑張って伸ばして、ね、似合わなかったらさすがに悲しいからね。確かに。でもさ、壁車の時までにさ伸ばしたいのにさ伸びないだろうっていうのがさかわいそう。そう、だからどうしたらいいんだろうなって思ってるよはい、どうしたらいいんだろうなって思っている。そう、悲しいよ。待つ。そう、エクステ、確かにね、エクステいいね。確かに
じゃあ壁車前で似合わないのはさすがにきついから、壁車のまあす、まあ、ちょい何12ヶ月ぐらい前にとりあえずエクステつけてみるとか。壁車ってエクステでもいいの？だってそれでキープしなきゃいけないってなると確かにだるいかもしれないね。確かにちょっとね、大変だな。でも今ねここぐらい、そう、でも髪型の縛りなくなったから、まあどうなんだろう、ちょっとわかんないね。壁車は普通に毎年恒例、1月の時にね変わりますよ、周年の時に。多分何もわかんないけど、周年じゃない時に変わるっていうことあんまり聞いたことがないのですけど、そう、そう。だから髪を伸ばしたいって思ったタイミングで聞いてみて、間に合うかって思ったのに間に合わなかったね。ショックだね。うん、ショックだね。ショックだね。はい。でもそうだ。ショートにしたいと思う。だってボブならギリギリあるかもしれないけどね、ショートは私あんま似合わないのよ。そう、まあ、するとしても卒業後とかじゃない、数年後だよ多分、何年か後だね多分。アイドルしてる間はしないな多分ショートは。まあ短くてミディアムぐらい。短いと乾かすの楽？確かにね、確かにね、楽だよね、確かに確かに。でもね髪がね細いからね、ショートにすると多分ペタってなるんですよね。まっすぐだから、多分まっすぐっていうの、そこまでなんか毛がかたい方じゃないから、そうあんまりねショートをするとねペタってなっちゃいそう。あとどうやってさ、いろんでさここふわってしてるかさ、ショートの方わかんないんだよね、むずそう。でもなればできるようになるのかな。どうなんだろうね。まあやるとしたら、もしかしたらおしゃべり会で
ウィッグをかぶるとかはあるかもしれないよ。それならセットとかしなくてもいいから見れるかも。そう。自分が外した状態でできるしね。いつかできるかも。すごい、今日は髪型の話会ですね。なんかさ、この話私よくしてるかもしれないんだけどさ、皆さんってさ、巻いてる人とさ、巻きとストレートってさ、どっちが好きなんだろうってさ、いっつも思ってるの。そう、髪会、感じがね、髪の方ね、髪会。そう、どっちが好きなんだろうって思ってる。なんか最近の自撮りストレート多くない？リリカちゃんは巻きだな。なるほどね、ストレート。なんかどっちが似合うかっていうのが分からなくて。そう、人によって違う。そう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 、そうなの。そう、どっちが似合うのかっていうのを今、そう、そう、自分で今もう試行錯誤しているんですよ。そう、確かに、はるかさんはストレートのイメージ、リリカ様なんだから巻きでしょう。だって確かに様って言ってるもんね。着るものによる。確かに、なんかさ、最近のおしゃべり会のさ、ここがさ、ふわってしててさ、肩出しの服あったじゃん。なんかさ、なんていうの、ここら辺デコルテが開いてる服を着るときは巻いた方がなんかボリュームが出て可愛いかもとは思う。私服の時ね。そうで、ストレートは多分普通にこういう服の時が可愛いかもって思ってるかも。でも衣装となるとね、どっちだろうね。でもなんとなく思っているのは、年齢的にはストレートなんだけど、キャラ的には巻いた方がいいんだろうなっていう。そう、どっちを取るかでいつもね迷うの。そう、大事な時に、ああこれどっちをするんだろうなって。思ってる。ユニットにもよる。確かに確かに、ユニット大事だね。確かに公園では巻いて、おしゃべり会ではストレート。確かにそれ頭いいですね。昨日も休みツイートの髪型。ああ、そう、それをいつも迷っているの。巻き方次第。確かにストレートもいいんだよね。ストレートもよきよき。まあでも巻きかストレートかはその日のバランスでいいのかもね、もしかしたら。正直なんか自分がメイク後の方で、あれなんか今日みんな巻いてねってなったらストレートにすればいいのか。
あ、今日全員ストレートだって思えば負けばいいかな。そうだねー、だってそうだねー。そうだね。でもなんかさ、どっちのイメージをつけようかなって今はさ思っているの。なんかさ、はるかさんはなんか結構すごいストレートなイメージがあるし、なんかルアちゃんもなんかツヤツヤストレート、まっすぐストレートって感じがするし、逆にマリナさんはなんかふわふわ巻きみたいなイメージがある。そう、どっちのイメージをつけようかなって負けるようになってから考えてみてる。多分今はまだストレートのイメージが結構強いんではないでしょうか。ストレートさんです。そう、イメージはね、そうなんよ、イメージなんだけど、どっちが似合うかって言われると、うん、マカランってなる。そう、でも髪は多分このままの色が多分いいなって思う。あんま染めない方がいいんではなかろうかと思うけど。そう、どっちなんだろうねーと思ってる。染めるのに憧れはある、だって。でもね、染め、うーん、私そんなにね、たくさん美容室に行く方じゃないのよ。そう、顔周りだけ切って持たせるタイプなの。だからね、大変かもしれないっていうね。はい、頻繁に美容室に行く方だったらいいと思うんですけど。そう、マツパも行かないですね。ビューラーで自分であげてる。今日はあんまりあげてない日。そう、そうなのよ。だから染めはしないかなって感じ。そう、まつげ美容液みたいなのあるじゃん。そう、皆さんわかりますか？そう、塗ってみたいなって思うんだけど、なんか目に色素沈着、なんか目の周りがなんかわかんない、色、なんか色がついちゃうみたいな聞いて塗ってないのよね。塗ってみたいんだよね。そうだけど、だから色素沈着しないまつげ美容液みたいなのあれば教えてください。意味ないよあれだって。そうなの？意味ないの？なかったのあれ。みゆみゆさんが詳しいんだ。じゃあみゆみゆさんに聞こうかな。
あれあれ、そうなんだ。意外とまつげ美容液って数万するイメージあるけど、あれ効果ないのかな。でも確かになんかさ、長くなるとかはさないかもね。なんかまつげが抜けにくくなるとか太くなるとかだったらあるかもしれないけど、長くなるは確かにむずいかもね。確かに。確かにそうだな。個人差ある、確かに。あ、ルアシ、ルアシ。確かに、なんかまつげ美容液持ってるイメージ。ぜひ皆さんもまつげ美容液塗ってみてください。メイクする方はいらっしゃるかわからないけど、まつげが長いとなんかいいメリットがあるかな。見た目以外にゴミが入りにくくなるかもしれないね。みえみえさん、しゃべぴの時まつげなかったらしいからね。だってそうなの？それ初情報、初聞き。目に刺さったりしない？確かに。どうなんだろうね、目に刺さったら。確かに。まつげみみさん抜いてたの？まつげをさ抜くってさ意外と痛いよね多分ね。なんかさ眉毛サロンとか行ったりさ、眉毛さピッピッピッって抜くじゃん。それがめちゃめちゃ私痛いからさ嫌なの。そうそう、だからまつげってさすがにさ、なんか目の近くのさ眉毛になればなるほど痛いのね。痛く感じるの、ここら辺。そう、意外とどころやない気が。確かに。そう、ここら辺に目に近づけば近づくほど痛いから、まつげってほぼもう目じゃん。痛いよね多分ね。まつげね。ぜひじゃあ皆さんおしゃべり会に来たらね、私のまつげの長さを確認しに来てください。ぜひ待ってます。そう、ぜひもしよければなんですけど、あのね2回目のね、あの完売したもう次のおしゃべり会の時に長さ確認していただけるとありがたい。そう、ゆかちゃんのまつげの長さどれぐらいかなってしに来てください。ぜひ。オンラインで確認できるかな、まつげの長さね。まだだ、まつげ確認の部9月14日か。9月14日にまつげ見てください。ぜひ。さっき結構見えたよ。だって確かにさっき結構見しちゃったな。
でもさ、あの実際にさ確かめないと分かんないことってあるじゃん。はい、実際に見ないと分かんないことってあるし。いろんな角度から見ないと分かんないからさ。だってね、真ん中は生えてるけどここだけ生えてないとかあるかもしれないしね、抜けたとかあるかもしれないしね、ここだけとか真ん中だけ抜けたとかあるかもしれないしね。ぜひ実際に見てくださいね。細かいセールトークだって。そうよ、お見送りね。確かに。でもさ、お見送りってさ、私たちがさちょっと上に乗っかってるじゃない、ステージにいるから。だからさ、下からさ私たちを見るからさ、なかなかまつげがどれぐらいあるかって見えないのね。難しいね。立ち止まれないし、確かに立ち止まらないでまつげを見るって意外と難しいね。ブレでブレだね、それは。今日配信終わったら何食べようかな。あ、違うよ、明日さ公演だよ。明日公演、明日は公演です。いやー、明日は公演だよー。見て、平日なので1公演です。わー、1公演だ。でてて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 て、はい、記憶は泡の弱で、いやー、1公演だよ。投げといただってありがとうございます。あー、いや、明日はアルビの応援で行けないので公演頑張ってね。だって明日はアルビか。そう、私はあの10日に行ったらもう、私はもう夏ですね。はい、もう夏のお休みです。10日公園に出たら、公園にそれ以降は出ません。お休み。ええー、だって、お休みです。夏らしいこといっぱいできてる。だって、花火見たし、あとね、そう、バーベキューしようって話してるの。本当にできるかわからないけど楽しみじゃない。楽しみだよね。そう、バーベキューするの楽しみ。宿題はだって終わりました。そう、バーベキューで、バーベキューってさ、なんかね、そう、小さい頃からよくバーベキュー行ってたんだけど、よく私の行くバーベキューは
なんかバーベキューっていうか川遊びなんだよね川遊びなの、なんか なんかを食べてるっていうか川遊びなんだよね。単なる田舎の夏休みみたいな。そう、ただ川で遊んでるだけみたいな。そう、田舎の高校生の夏休みみたいな感じなのいつも。そう、そういうのがいいのよ。だって確かにね、楽しみあと何夏休みできるかな。そういうグラビアみたい。確かになんか川系のねやつ、川で制服とかのやつとか見たことあるけど、可愛いなって思ってる。いいよね、夏祭り行きたかった。がんばら祭り行きたかった。がんばら祭り行きたかった。うん、行きたかったよ。頑張ります。行きたかったよ。うん、うん、行きたかったよ。新潟祭りあるね。だって新潟祭りってさ、花火だけじゃなくてさ、屋台とかもあるんだっけ。どうだっけ。おひとり袋の中お揃い界隈してるので何食べたか教えてください。だって教えるね。お祭り行ったら古町、確かになんかさ、古町のあのさ、あの何、古町とかバンダイとかのさ、あそこあたりの通りってさ、よくなんかあるもんね。白山神社もあるね。確かに夏楽しみだね。なんかさ、気温としてはあんまり夏とかあんまり好きじゃないけどさ、行事とかイベント的にはさ、夏が一番好きなんだよね。そう、夏が一番いい。そう、基本的にはあんまり好きではないけど、夏楽しみになってきたね。そろそろ壇上を読みますか。え、3期でバーベキューしたい。3期でバーベキューしたいね。行こうよみんな行きます。13位翔さん、12位哲夫さん、11位マシオさん、10位翼欲しいさん、9位フレムさん、8位マシロさん、7位イカッチさん、6位ズロロさん、5位タカラさん、4位ベロさん、3位カンクロウさん、2位リエちゃんズさん、1位サット大塚さん、ありがとうございます。はい。
とっても楽しかったです。明日は公演だ、1公演です、夜公演のみ。